ちは。こんにちは、あれですよ、皆さん。皆さん、あれですよ、事件とかじゃないですよ、これ。ちょっと待って、いろいろあるんで、いろいろあるんで、こっち。こっちもいろいろ事情があるんだよ。事情が。みんな分かってるよね。分かって、大人の事情でいろいろある。びっくりです、びっくり。今日は、前回の、出入りのちょも大丈夫みたいな、みっちり、こうあの俺の圧迫感もあったけど、いきなりですよ、この4番のカメラにしてすごいでしょ、すごいでしょ、4番、そこの4番、これね、4番のカメラです、そっちじゃない、そっちじゃない、こっち、4、いきますよ、ドンドン、ごめんなさい、これこれです、カメラ、これ、ドン、俺、でっかい、でっかい、仲良くして、みんな仲良くして、狭いからバスの中狭いからね、ちょっと今日ね、引率のお兄さんがいないからって、引率のお兄さん今日いないんだよ、やめて、君たち、喧嘩はでも喧嘩は、分かった、あれで席替えするよ、いいの、俺真ん中入るよ、微妙な感じになるでしょ、ね、なるでしょ、ちょっと待って、やりたい放題、俺が痩せてみちゃう、ちゃうよね、じゃあちょっと、じゃあ自己紹介ね、まずはじゃあまあじゃあ行きますか、まずは手下が多いでおなじみの悪魔、イエーイ、あれ真ん中、ボードしか映んないから、それね、ボードしか映んないから、そうです、はいはい、オッケー、そして小悪魔ちゃん、イエーイ、小悪魔ちゃん用のカメラがあります、小悪魔ちゃん用のカメラで切り替えると、でかい、現代の技術ではこれ以上引けません、でかい、かわいいっていうか、でかい、そして、おなじみ肉神様です、どうもこんにちは、肉大好きです、今日もね、ね、普通にとんかつ弁当にあの唐揚げ買ってきましたけど、ね、肉神様です、ね、これどうすんの、顔、小悪魔顔でかい、悪魔もこうカメラ付ければでかいよ、喧嘩やめて、ちょっと喧嘩やめてくれる、ちょっとこのクラスで喧嘩ありませんから、 PTA も見てるからやめて、ちょっと人のボードかかる、うんこかかる、うんこ誰かいたの、ダメでしょ、ほらね、これあれでしょ、ダメでしょ、新聞とか載ってんでしょ、有名人なんだから、北海道では、そうこの間、童心の誘拐に載ってたんだよ、そう、童心、ね、童心ってあれですよ、北海道、ちょ、じゃあみんなちょっと、じゃあちょっとこう見てる人がいるから、こんにちはって書いてもらいましょうね、せーの、こんにちは、みんなこんにちは、止まったよ、ほら笑われてる、こらちょっとみんなこんにちはでしょ、僕は意志がさ、ちょっとみんなも好きなことが、何、入ってるじゃん、こんにちは、来た、こんにちは、ほらみんな聞いてくれてるよ、ほらいいっしょ、すげえ来てる、ほらめっちゃ聞いて、あ、じゃあアンケート取る、何のアンケート、誰が好きですか、悪魔、小悪魔、あ、それやっちゃう、肉神様も入れよ、それ入れちゃうの、肉神様も入れよ、どれが好き、いやここが展開によって違うじゃん、それ入れるんだ、うん、あ、こんにちはってこれ言ってくれてるよ、こんにちはね、もう大変ですよ、こんな絵になると思ってませんでしたからね、あのね、やっぱね、世の中打ち合わせは大変必要だね、よく分かってきましたこれ、はい、出ましたよ、ほら悪魔 PR だよ、 PR おかしいだろ、この三角、誰が好きかっていう、誰が好きかっていう PR の時間だから悪魔、それ誰書いてんの、これもしかして肉神様じゃない、それ悪魔それ俺の顔じゃないの、悪魔大丈夫、それ俺の票数コントロールしてない、ちょっとでかいよ、ちょもう一回あのカメラ見せてから、あ、ちょっと見せるね、ひどいよこれ、先週来てくれた、あの先週聞いてくれた漫画家さんの俺の絵もひどかったけど、こっちもひどいね、こっちもひどいよ、同じぐらいひどい、うんっていうね、漫画家さんがこれすごい似てるって言われてるもういらっしゃる、じゃあ結果見ます、せーのドン、はい、ほら来たほら見えないかもしんないけど1位俺だから1位俺、いやいやいや、肉神様 50.1%、 悪魔 28.9%、 小悪魔 27.0%、 暴れんなよ、罰とか書くなよ、ちょっと待って、俺地球で言うとさ、俺先輩だから、あ、2位はどっちか、2位はどっちなの、2位がね、どっちだっけ今ね、悪魔かな、悪魔分かった、悪魔が 28% こっちね、覚えれば、ね、不正がありました、不正がありました肉野郎って肉野郎それ意外に肉野郎って言われると意外に傷つく、肉野郎ってすげえ、なかなかないよ、だってこう肉野郎って感じ、でもこの絵からすると結構ほら悪魔とか小悪魔のファンが来てんだよ、まあ、あのノリで、そうでしょうな、だってさ、だって悪魔がこの前あれじゃん、ツイッターでちょっと俺の番組作れよみたいな話だったじゃない、
いやいや手下、手下ですけど、手下だけど、ほらやっぱりあるじゃん、あるじゃん、年上の部下っているじゃん。年上の部下って分かる、難しい難しい難しい、難しいこと言い出したね。だってほらやっぱほら俺年下だけど年取ってるじゃん、あ年上だけどあの部下じゃん、部下じゃん、いろいろ教えてかなきゃいけない。でね、教えるね、いろいろ考えたんだけど、小悪魔の番組は、小悪魔の番組もね、悪魔の番組太ってる太ってるから、いや違う違う、太ってる関係ないし、関係ないし、2人まず意思統一しようってか、まずどっちの会話に触れてるか分からない。ちょっと待って、あのね、そんな中お便りが来てるから今日は2人に、ね、2人にお便りですよ。じゃあお便り読みますか、読みますか、じゃあいや俺読む、うん、俺もね2人の、2人のもうね、あそう俺読むかい、うん、あの2人のコントロールするか、ちょっとあのねもう大変、あの いつもねあのお兄さんがいるんだよね、お兄さんね、お兄さんがいるんだ、お兄さんがいないとなかなかこんなに手がつけられないと思わなかった、ね、うん、まあ、こんなに自由になると思わなかった、びっくりした。あラブフレーター、ラブレターオブオフ、あフロムカナダ、もう太いって字が残っちゃってるから、あもう叩いて、今ボコってボコ、喧嘩はやめて、保険出ないから喧嘩はやめて、これ労災出ないから、いいな、博士の代わりに言っても違和感がないよ、労災ダメ3歳に労災ないから、ちょっとストップストップ、誰でもストップ、お便り読みます。はい、北海道在住、年齢30代、性別男、なおねねさんからいただきました、はい、ありがとうございます。はい、ヌルポ放送局気づけ悪魔様へ、ほら悪魔さん、悪魔様、おかえりなさい、おかえりなさい、今日は悪魔様に聞いてほしい、聞きたいことがありってメールしました。 AKB48 の新曲上からマリコはミリオン確実と言われていますが、悪魔様はどう思いますか、どう思いますか、ちょっとかけます、かけます、どうなの、どうなのこう、みんなはあれなんで、結構あれなんですよ、みんなはあのあんまり肉神様のこと、肉神様のこと好きですからね。ねねさんモロッコ行った。あマリコ様もいい、もういいね、うん、またごめんなさいごめんなさい、今外野から、外野から普通って聞こえましたけど大丈夫ですか。けどあっちゃんがいい、けどあっちゃんね、あゃん、あーなるほど、上からマリコ ね、まあ仕方ないね、また悪魔様は上から悪魔、はい、上から悪魔みたいな曲を作って踊ったりしないんですか。実はイオシスにはちょっと頭の悪い曲からだいぶ頭のおかしい曲まで作れる記載が揃っているので、悪魔様とイオシスのコラボとか見てみたいです。そうそう、なんか聞いたら小悪魔の歌はあんでしょ。あー申し訳ないね、申し訳ないねみたいな、私先輩だから喧嘩はやめて、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 喧嘩はやめて。悪魔は曲はないの、悪魔曲ないの。俺様もプププってなってるけど俺様も曲欲しい、俺様も曲欲しい。悪魔ちなみに、悪魔ちなみに俺も曲あるから俺も持ち歌結構あるよいやいや、ほんとバンド持ってるもんって、なんかすごい、タイトルはね、タイトルは言っていいのか悪いのか、あ小悪魔3曲もある、あ小悪魔3曲あるよ、3曲もあんの。え、ちなみに悪魔何曲なの。ない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 、あいた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 、暴れない、あれ喧嘩はやめて、喧嘩は労災も聞かない、あ地震保険も聞かないから、あんま熊暴れないで、暴れ冬だからって暴れないでしょ、いじめんなっつって。でもね、ちょっといいことが、実はね、実はこう見えますか、最近ね、こうイオシス、あの 来週、今週の日曜日に近くでライブをやるんですよ、ライブ。あのでね、大事なことがあって、曲作ってる人たちがこれいっぱい出るんですよ、うちで。そこで悪魔のいいとこ見して、その流れの中でお客様いっぱい呼んで、曲作る、あ行きたい、4曲目、結構食いつきますよ、4曲目いきましたよ、これこっちゼロだ、こっちゼロだ、4曲目の要求が、4曲目、うっせえとかダメ、うっせえとかダメ、どこで思い出すのことは、もう最近そんなね、もう3歳にもなって誰かがきっと日本語を教えてくれる、うっさいって、うっせえって、ダメだ俺様の心配ですよ、これ、シート見ると俺様の番組だぜ、違う、私が呼んであげてる、私が実は通じ持ってる
そんなことないです。俺が持ってる。あ、じゃあきどっちが好きかとか聞いちゃう？聞いちゃっていいの？あ、任せろと。じゃあどっちが好きか聞きますか。一応肉神様入れます。入れなくていい。肉神様勝ったからいいじゃん。どっちか聞こうか、どっちか聞こう。あ、でもまあいっか。何じゃあ、博士入れてる。肉神様、さっきね、ごめんね、ごめんね、さっきね、肉野郎。肉野郎、肉野郎。博士にしましょうね。さっき神様だったから、たね、50% でしたけど、今回はそう、今回は博士にしましたね。さっきは神様だったらやっぱちょっと勝っちゃったけども、まあ3タレントですよ。3タレントですよ。小悪魔、悪魔、博士です。これどっち、誰が勝つかなみたいな。そこ重要、重要。この絵、この絵がでかい、でかい。これもう狭いカメラ。ドキドキ、ドキドキですよ、ドキドキですよ。心配ですね。俺もドキドキ、いろんな意味でみんな空気読んでるよね。大丈夫だよね、こう。ガゼン俺様、強気だね。今日は強気だね。ガゼン俺様だと。これ負けたらちょっと、負けたらまずい。負けたらまずい。そんなことない、そんなことない。負けるわけがない。俺が負けるわけない。同心乗ったんだぞと。俺同心乗ったんだぞと。あ、まだまだ。小悪魔が、小悪魔、今日は小悪魔も暴れる。ちょっと喧嘩はやめて、喧嘩はやめて、喧嘩はやめて。もう狭いからこのスタジオ。ごめんね、ごめんね。結果出すよ、はい、結果出すよ。結果です、結果です。はい。おっ、来た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 。悪魔様が1位。悪魔様が 40.2%。 1位悪魔、イエーイ。2位俺。3位小悪魔。小悪魔がっかり入っちゃうの、そこに。がっかり、何なの、がっかり。小悪魔がいじけた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 。分かった分かった分かった。あー、分かった分かった。もうね、あー、なるほど。みんな気遣った。ひどい。お姉さん、お姉さん気遣ってても、それ書いちゃダメ、書いちゃダメ。見えてるから、みんな見えてるから、みんな見えちゃってるから、ひどいひどいひどい。コア頑張って言われてる。コアちゃん大好き。コアビリーって書かれてる。やめて、喧嘩はやめて、喧嘩はやめて。じゃあなんかこうね、こうイベントやるから、その時ちょっと顔出して、顔出してよ。イベント長いから、長いから、ずっといなくてもいいから、ぶっちゃけね、長いからね。ただやっぱこうここに出てきて、ちょっとね、こう盛り上げてもらって、その流れの中で曲をみたいな。もしくはさ、もう忙しいって言われたらさ、曲の作り方を教えろって。だって曲の作り方を覚えた赤つ、あ、俺ギター弾く、俺弾けちゃうんだぜと。やっちゃう、バンドやっちゃう、任せろと。本当に弾けんの。あ、お小遣いないの。入ります。これ無料。え、お小遣いないの。お小遣いないんだ。バンドやろうぜ。本当にバンドやろうぜ、来た。本当にやっちゃう。結構うちってマジにしますよ。あの、バンやろ。あ、バンドやろう、訳してバンやろ、バンやろ。分かってるじゃん、分かってる。いや、俺ギターと。いや、任せろ。本当ギター弾けるの。ちょ、来週ちょっと弾く？来週、再来週弾いてみる、ちょっとしたら。ギター。ちなみに何弾けんの？何？コアクマタンバリ、あ、コアクマ来んなよ。バンドにタンバリン、男のだろっつって。タンバリンパートってあんま聞いたことないけど。大変ですよな、これ。すごいな、ヘビメタ。ごめん、悪魔。マジか、マジか。ごめん、ヘビメタはないジャンル、うちにないジャンルだったヘビメタ。でもさ、悪魔はヘビメタ好きなんでしょ。でも AKB なんだよね。あ、そういえば。それなんかあんの？なんか共通項とかあんの？ピュア。ピュアって。ごめん。ピュアって。あ、ピュアメタル。ない。極めた。ごめん。悪魔。面白いタコつってんのに、薬師丸ひろこちゃんのレコードを持ってる悪魔。悪魔、地球って3歳でしょ。悪魔んちの部屋どうなってんの。3歳なのにさ、薬師丸ひろこのレコードって。薬師丸ひろこ。レコードって。そうそう手に入んないよ、今。レコードだよ。CD じゃないんだからね。
快感。いくつなの？一生懸命カタカナでいくつだ？一生懸命カタカナで快感って書かれても、俺もリアクション、二人ともやるな、やるなじゃねえ。もう18分ですよ。ちょっと聞いてる？もうお便り一通、他にもお便り来てるの？お便りまだ来てるよ。お便り来てんの？すっかり忘れてました。そうですよ、お便り来てますね。続いてのお便り、ゆかーしゃさん。ゆかーしゃさん、所在地秘密、ありがとうございます。パワーがみなぎる呪文を教えてください。どうしたら悪魔様と小悪魔ちゃんは関西へ来てくれるのでしょうか。彦根は遠すぎました。じゃあまず一つ目、まず二人のそれぞれの元気が出るおまじない呪文を、じゃあパワーがみなぎる呪文それぞれ教えてください。でね、今度はあのカメラの前に見せてもらいますからね。僕読みませんのでね。心配です。心配です。放送禁止用語やめてくださいよ。なおかつ描いてる絵が静止画なんて、すごいカメラが4カメがまたひどい。顔がびっくりとも動くないが、4カメの絵がちょっとひどい。これこんなカメラ的にカメラ的にどうなのこれ。大丈夫なの？ピチピチ。じゃあ行きましょう。じゃあ、コアックマンから、せーの、ダン。オーイエス。あ、これ普通ですね。かわいいですね。これでやってんの？いやいや、かわいいなと思って。コアックマちゃんは。いやいや、全然かわいいなと思って。ね、スマイルチェンジ。次が心配ですね。次がね。次がね。今普通ですねって言った瞬間に書き足しましたよ。これ悪魔が心配です。普通でいいんだよ。行きましょう。せーの、ダン。見えますか？ブラックサンダーです。パワーの源、まかあ提供取れてる提供、まさかのブラックサンダー提供。毎日食える提供取ったきっと。その代わりギャランティーがあのブラックサンダーになっちゃうかもしれないけど。31円。いやいやいや、もういらない。ごめんごめん、コンビニ行って買ってんだろうな。32円。ごめんごめん、でも消費税の訂正とかいらないし、いらないし、それ切り上げでしょそのお店。あ、待って待って、本当だ、切り上げだ。書いてくれて書いてくれて、ここ悪魔ちゃんが、悪魔あんまりいい言葉思いつかなかった。そういうこと言っちゃダメでしょ。これ瞬発系です。全然反省するとこじゃないよ今の。終わってからだからね、反省会はね。終わってから。めっちゃテレビ見てる子の中で、あとさ、京都、いや違う、どっかに来てくれてたよね。何が？彦根？京都に。あ、彦根か。彦根は遠すぎたから、うん、どこに来てる？あ、関西どうなの？関西とかの予定とか2人ありますか？直近の関西の予定とかありますか？コアツちゃん普段優しい子なのにって。あのね、やっぱりヨシス仕様に、ここ、ね、ちょっとね、ちょっとヨシス仕様にね、若干ここ来るとね、あの急に隠し持っていたラッパ吹いちゃう人結構来ちゃうんで、うん、リミッター始めました。ここの場所のパワースポットだから。あー、ないの？関西ない。雨村行きたい。あ、結構今予定とか最近の予定とか、ね、この間羽生市行ってきたけどね。そうそう、なんか年末とかあれ、でも2人はさ、人気者だから、こうね、年越しとかさ忙しいんじゃないの？意外に。どうなの？どうなの？あ、消す消す。狭いかね、一瞬待つことで偉い大なんじゃないよ。え、おっと、おっと、おっと、すごい、小松さん、おお、幼稚園の、クリスマス会にあちこち行く。あー、すごーい。で、心配なの？悪魔こちら、こたつ。悪魔大丈夫ですか？悪魔こたつって書いてますけど。それはあのインドアの話ですよね。それあれですよ、オファーの違いですよね。ユアハウスですよね。片方はね、幼稚園のクリスマス会でサンタさんの代わりに小悪魔来てくれました。あー、ぬくいぜ。ぬくいぜ。いや、ぬくいぜとか関係ねえし、子供たちいた方がぬくいじゃん。あ、ほら、笑われてる笑われてる笑われてる、オファーが違うのっつって笑われてる。いやいや、け、怒って落とした。おー、こら、もう、やめて、それスーパーロボットで出ちゃうから、やめて。あー、でも確かにこたつ入ってる姿見たいですね。この絵でこたつは、すごい壮観ですよね。あと、こたつの CM もね。こたつの CM でも、すごい。こたつの CM か。これ、こたつの CM、ね、いいニトリでこたつの CM とかどう？あ、もらえます、そういうの。いいんじゃない？ニトリ、アピール、ニトリ万歳。うん、でもすごいね、そっか、クリスマス呼ばれちゃうんだ、小悪魔の方は。悪魔の方はね、なかなかね、泣いちゃうもんね。いつもファミコンしてる悪魔。ファミコンなんだ。家でこたつ入ってファミコンしてんだ。いくつなんだよ、悪魔は。ちょっと心配ですよね。ファミコンしながら薬師丸ひろ子のレコード見てますからね。そうでもレコードですからね、ちょっとおしゃれなんですよね。レコード。ちょっと待って、何を書いてるんだろう。これちょっと心配ないだぞ。ニトリ。このニトリ見したいな。このニトリ見したいな。
ちょっと見たことのない感じのニトリですけど。それはないな。鳥、まあ。あー、見せてくれ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 。改めて見せてくれてる、改めて見せてくれてるものの。ニトリ。ニトリ。ニトリが心配ですね。遠くはないけど、近くもないな。そうですね。まあ、消す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 、いいよ。いいよ。じゃあ、結局、じゃあ、関西には行けませんと。年末は結構、じゃあ、クリスマス会は、コアクマだけで、アクマは、ファミコンしながら、こたつを。え、じゃあ、俺もなんか予定があると。餅つき。え、餅つきあんの？マジで。え、どの辺？結構、え、駅前とか。予定今のところ、家で。コメリか。セルフ、いつって言われる。あれ横で、横で調整ちょっとごめん、ちょっとみんなごめんね。横で今確認した。横で。町内会。あ、町内会町内会。町内会行くんだ。あ、町内入ってんだ、やっぱり。はぁ。それ、熊、どこの、まあ、これ、行こう。厳しいね。いつ、どこの、どこのこの二人大丈夫なんだろうかな。本当に仲の影響だろうかな。大丈夫なのかな。ああ、町内会で餅つきしてんな。いや、まあ、この辺は相関だろうね。だって餅つくときもさ、きねじゃなくて槍刺しだよね。こう、まあ、そうだろうね。餅がビョンビョンつきながら。近所の公園。おお、あ、小悪魔もしたい。ああ、そういうこと。え、ああなんか、え、2人の予定とか結構バラバラなんだ。ダメ。ダメ公園に見るから、ちょっと近所のダメ公園って言われると、なんか違ったおじいちゃんがいそうだから、ちょっと気をつけないと。この番組的に気をつけないと、近所のダメ公園で餅つきってやるんで、そう。ダンボール伯爵いそうだから、ちょっとダメなんですよね。怒られちゃいますから、そういうのね。そうだよ、もう。なんか本当に悪いんだな、さ。ああ。うん。え、なんか心配な人。このまま放牧しといて大丈夫なのかな。うん。悪魔は餅つき上手なの。あ、そうなの？あ、そうなんだ。あ、意外にそういう肉体派？任せろと、任せろと。力仕事は俺に任せろと。まあそうだよね。片方は幼稚園とこ行って、もう片方は餅つきだからね。それやっぱり役割分担はあるんでしょうね。うん。肉何してんの？俺のこと肉って呼んでんだ。この野郎。肉は年末年始は何してんの？あ、ね、肉はね、あの。2か月後ね、こう中でね、こう DJ イベントやろうかなって、ここの中で DJ イベントやろうかなと思って、遊びに来る、週末だし、DJ？ かっこいい、DJ？ って、いや、俺違います、俺司会ですから、あの、大抵俺司会、DJ はね、他にいるんですよ。肉は寂しくニコ生って言われてます。MC です、MC。ああ、びっくりした。面白いな。お肉さん。あ、クリスマスは？お肉さんってなんで？時代的か。お兄さんじゃなくてお肉さんって書かれてたんだ。お肉さんになっちゃったね。仕方ないね。あ、間違ったんだね。間違ったんだよね。あの笑いも若干心配だったね。あれ、不敵な意味に見えてきましょう。最初はなんか可愛いと思うけど、なんか不敵な意味で、って間違っちゃったみたいな。お肉さんって。お肉さんはですね。お肉さん。お肉さんあれなんですよ、あの家族いないんですけども、ケンタッキーフライドチキンに行ってファミリーがいるかのようにファミリーバレルを買ってきて一人で食うっていうイベントを家でやります。あー、寂しくなるからやめて。ねえ、仕方ないよね。綾瀬はるかはどういうこと、どういうこと、ないごめん、この下りが分かんない、このパス何、下りが分かんない、すごい放り込んできたけど、ファミリーバレルって俺と KFC の CM のどうかってこと聞いてる。ああ、なるほど。ああ、いや、なんかいいんじゃないですか、綾瀬はるかが本当に、あの、何しチキンが食べたければ。CM 出てる。ああ、綾瀬はるかは CM 出てるよってことね。うん、2人とも芸能人詳しいね。そうだね。結構テレビ見てるからね。結構見てんね。肉好き。うまいこと言うね。うまいこと言うね。どっちの肉付けは分かんないだろ。今ハルダメでしょ。そういうキャラはダメでしょっつってでしょ。まだ早いから。8時半から9時に行かるときになるまでの肉付きトークは早いから。肉付きトーク。やめてダメです。肉付きトークだ。ああ、小悪魔芸能人の誰に似てる。ああ、あの人。はい。ハイリ。ハイリじゃないだろ。ごめんなさい、そういう流れなの、そういう流れ、今までこれ、え、これ鉄板テンプレ、ごめん、なんかこう、あれなのかな、テンプレ、ここは悪魔とか悪魔とか、すごいスムーズだったよね、今のハイリの、好きな流れ知ってる人たちは、ハイリのタイミング、そう、いつも知ってますよ、みたいな、こう、なんか大丈夫なのかな、この流れは、鉄板だったのか、しょうがないな、うん、そしたら、びっくり、あ、悪魔38歳って、これ、大丈夫ですか、はい、3歳だもんね、そう、3歳、はい、じゃあ、最後、お便り、また、お便り忘れてました、お便り、はい、最後、これ、なんか、
聞いたことのある人から来てるんですけど、はい、北海道所在地北海道カー君、カー君、カー君あとドスカラスフロムメキシコ、おお、カー君知ってるか、カー君、カー君、イエーイ、カー君見てる、あっくまさん嬉しいでやんす、これどういう感じで読んだら俺にか俺知らないけど、カー君、カー君、カー君ね、カー君、手下番号1番カー君でやんす、一番なの、カー君、マジで、おすごいね、一番。カー君の知らない間に番組に出させてもらうことになったんでやんすね、手下の皆さんも喜んでくれるくれてるはずでやんす。ところで悪魔さんは手下を増やすためにやりたいコーナーとか企画してるんでやんすか、おー、そこそこそこ、カー君何かに挑戦するコーナーが見てみたいでやんす。本当はねジェンガっていう考えたんだけど、あの悪魔と小悪魔がジェンガやってるところの映画すごいシュールでいいなと思ったんだけど、すげえ怒られる気がしたからやめたんだよね。何かに挑戦するコーナーね、そうそうそう、ジェンガ、違う、ジェンガ、ジェンガコーナーコーナーなんてこと言うの、ジェンガでしょ、全裸で対決してどうすんの、嫌でしょ、この流れの中で裸なの俺だけだから二人ともある意味裸だ、拍手拍手しないほら、いやこれこれで触んない、もうペンで刺さない人、いろいろ教えなきゃいけない、じゃあちょっと二人にコーナー好きな、そう、好きな、ね、何やってもらえばいいのかな、じゃあさすがにねこの部屋狭いから、カー君今後も呼べないけど、きっとこの部屋でやるとき呼べないけども、カー君来たらバッサバサ行っちゃうから、ね、ここね、カー君来たら俺もうカメラが引かなきゃいけない、相当引かなきゃいけないね、じゃあそれぞれコーナーをじゃあください、コーナーね、何やったらいいかな、俺はねジェンガだったんですけどね、まあジェンガね、まあジェンガもやりたいよ、叩いてかぶってじゃんけんぽん届くかな、だってかじゃんけんできねえじゃん、こんじゃんけんがまずパー出せる、ずっと引き分けじゃねえかよ、ダメじゃん、嫁に出られる、嫁にくじまたぎ、じゃんけんできね、ツイスター、ツイスターゲーム、じゃんけんできる、ファミコン、ああファミコンね、でもコントローラー持ってないじゃんね、いや、でっかいの用意すんの、さすがにすっごいでっかいの用意すんの、あのゲーセンにあるテトリスのデカコンみたいなやつでっかいの用意すんの、面白いけどさ、開けして開けして、なになになに、今ネタ潰しちゃった、コアクマのネタ潰したっぽいよ、ネタ潰しちゃった、先にじゃあ悪魔からいきますか、はい、ドン、俺様のスピリチュアルカウンセリング、カウンセリング、マジであ、じゃあなんか、え、どういうこと、お悩み相談みたいな、お悩み、あ、だからスピリチュアルときたか、じゃあお悩み相談でいいんじゃない、悪魔になんか最近、 あの、お悩みね、最近実らない上司の人との恋をしていますっていう、別れを迫ることもできません、そんな一人で寂しいクリスマスどう過ごしたらいいですか、悪魔さんって言われたらどう答えんの、任せろ、心配ですねこれ、ね、今日の悪魔の回答心配ですよ、大丈夫か、大丈夫かな、大丈夫かな、面白いな、大丈夫かな、俺に抱かれろおおおお、来た来た、これポコって言おうとしましたもうダメでしょ、ほらもう横で怖くもギャーンってやるですね、もうね、これこのコーナーね、一応三角です、三角、三角、キープね、キープ、じゃあ行きましょう、コアクマと Wii で遊ぶコーナー、あー、これはできそうですね、なるほど、これはなんかできそうですね、この前実はあれなんですよ、ちょっとひょんなことから、そのアクマとコアクマの部屋にちょっとお邪魔しまして、あそこ広かったよね、うん、あそこならさ、ちょっとした遊びできるよね、確かにね、あそこ叩いて叩いてかぶってじゃんけんポンもできるぐらいなんですけど、ここでやったら事故ですから、うん、完全に、ね、カメラワシャーってなっても事故です、セット崩壊するから、ゲームしようぜ、あーでもゲームしよう、ね、確かにね、え、どうしよう、したら何あれ、なんかこうツイスター料理コーナー、ツイスターゲームだこと、こうやってコアクマ料理できんの、こうやってやってるって二人で、俺顔いがぶされて負けちゃうんだけど大丈夫かな、ミニ四駆のレールある、ほんとマジで本格的だな、おー、バルファイトやろ、バルファイトね、ちょ、これ何歳だ、1983年のゲームだろ、バルファイトです、これバルファイトですよ、これはすごい、バルファイトの映画、バルファイト越しのコアクマね、このバルファイト時代を感じさせます、いや、ありがとうございます、バルファイトね、そうだよ、風船2つだよ、すごい、あ、一応ね、1個割れかけてる、あ、割れかけてる、3つあるんですよ、2つね、2つついてます、そう、ミニ四駆のレールあるんだ、ミニ四駆作るの、ミニ四駆あるんだ、ミニ四駆あるんだ、ミニ四駆あるならなんかみんなも必要できそうですよね、これ結構いいんじゃないですかね、この前昔早作りコーナーとかやりましたからね、レールだけ、だ、ね、いや寂しい寂しい車ないの、あ、肉ジャパンカップ、何、いやいやいや、何それ、多分俺が勝因だぜ、待って待って、そんなことない、そんなことない、あ、心配ですね、これ肉、あー、肉だから、あー、なるほど、これ面白い、あー、こら肉って
人の名前遊んでダメでしょ。自立してんじゃないかでしょ。ダメでしょ。ねえ、いや恐ろしいです。この二人恐ろしい。あ、でもそうそう、この前ねホームページ見たら二人のさなんかグッズとか売ってるよね。あれあるよ。なんかね今ねなんかこのニコニコのチャンネルの下にもね結構グッズが ね放送始まる前貼ってあったんですよ。今もだいぶ変わっちゃう。ぬいぐるみがいますね。うん。他にも T シャツとか。あ、T シャツね。怖っ。あ、怖っくまの T シャツ。じゃあ二つ同じような T シャツだけどちょっと向き違うんだよ。うん、違う違う。え、これやっぱりあ新しいのできたの。あ、新しいのできたんだ。あ、なんかツイッターで見たそれ。おお。スーパーかっこいいぜ。あってますね。あってますね。分身分身。あーなるほどなるほど。これねなんか新しいフェアかなんかやってんだよ。あったあった。あのね、あそうだ、あなんかちっちゃいのがいる、ちっちゃいのがいる。あ、これ分身ってそういうこと。あ、ちっちゃいね。これいいね。あ、すげえ種類ある。すごいな。もう選ぶの。あ、ちょっとみんなちょっと後ろからね、あの別の、ね、別の悪魔たちが、別の動物がね、ちょっとあの世間様にお見せできない別の別の何がしたか。来た来た、これ来た、これモザイク、モザイク。ダメだろ、ポコって落としたろ。叩いてよ、こっちだから。叩いむちゃくちゃだ。ちょっと待って、ちょっとみんな落ち着いて、落ち着いて。限りや、スペースに限りあります、この会場。じゃあちょっと、じゃあここじゃあかけてみて。2人耐えてもらって、しゃがめば入る。しゃがめば入る。いやー、すごい悪い顔してる、こいつ。悪い顔してる、悪い顔してる。あ、でもね、結構ね、ロックとかしてる。ロックとかしてる。普通の履いてるもん。そう、悪いやつ、悪いやつだな。いいさま。ちょっとこいつおかしくねえか。かわいい子ちゃん。かわいい子ちゃん。かわいい子ちゃんって言われてるよ。かわいい子ちゃん、結構、すごいね。あのね、薬師丸ひろ子のレコード持ってるって。快感するだけ。いやー、なんてコメントしていいかわかんない。そうだね、この一周しない感じがこれ。伊沢は怖いもんねえな。はい、じゃあ続いてあの、じゃあ食べるとです。あ、いいの、もう帰るな、もう着替えるか、着替えるか。紹介してほしい。あ、そうだそうだ、紹介してほしい。紹介ちょっと2人で今決めもんかでしょ。そうだそうだ、やれやれ。あ、握手、あとで握手しましょうね。さっき決めもんか、決めもんか、先映る。なんだっけ、忘れちゃったんですか。思い出せ。イザベルです。イザベルです。いきます。イザベルです。イザベルです。二人合わせてシュガーハニーベイビーズです。27歳です。年齢はいいから。年齢はいいからもう。じゃあ、あのあそこでハグしてください。はい、続いて。小刻みにパンチしない。審判の見えないところでパンチをしない。普通の27歳に戻ります。すいません、今日は本当にね、あのね、あ、椅子座れるから。そこ慣れてるね。座れた？座れたね。おっちゃんこ、自分の前、椅子を前に進めてる映画すごいすごいいい絵だ、ね、ビクンビクンしてるけど。さっきのね、うちのあのアイドルなんですよ、うん、あのあ、紹介してくれよって、ね、あのね、あれなんですよ、解散が目標なんですけどね。そうそう、あれよあれよと言えばなんかいろんなことやっちゃって、なんかそのうち気づいたらメジャーデビューとかしちゃったぐらいにして、あれれみたいな、うん、アニメのね曲とかやったんですよね、うん、弁当ってアニメがあるんですけど、それのキャラソンの中で歌ってたりとかしてて、もうなんかあー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 みたいな。かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。ライブないの。だからライブないんですね、まだ。あれね、地元でやりたくないらしいんですよ。あの二人。見バレするから。あの二人はね、意外にね、あんな格好してるでしょ。でも27歳だから、あの身内には見られたくないみたいで。うん、ね、親御さんとか来ちゃうでしょ。北海道ではやりたくないって。ね、あ、地方で呼んで。地方で呼んで。生意気。生意気なんだ。生意気、でも生意気だけど、やっぱり、それ先生の方が進むってこと。どうしのとじゃないですか、先生。かわいい。どっちなの。アイドル好きだから。あ、そっか、アイドル好きだからか。そうあー、そっかそっか。あ、最近あれなんですよね、あれなんですよ、桃色クローバー Z の、まあ、あの彼女たちの
歌をこう勉強するためにですね、ももクロずっと見てたんですけど、見るために、あ、研究するために見てたんですけど、どんどん感情移入しちゃって、そろそろ CD 買おうかなっていうところまでちょっと今来てます。ありがとうございます。ももクロ知ってます？話戻していい？あー、ごめんごめん今ね、ももクロトーク今盛り上がったから、ね、ももクロトーク、あの楽屋でやって、後で楽屋でやります。楽屋でやって、あ、昨日来たで、そう、来てたらしいんだよね。そう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 、彼女の片方の方がね、話戻していい？の司会はじゃあ、はいはい、コーナーを、あ、そっか、コーナー決めきれ、コーナーをどうしよう、まあ、ちょっと今日コメントももらったけども、うん、あの投稿フォームを作ったので、あ、なるほど、改めてね、見てる人からももらえますか、したら、わかりました、そうですね、見てる人からももらえていますね。これ開いてもらってコーナー名のところで、はいはい、ちょっと下に下ってもらってヌルポ放送局ワックマアックマへのお便りというコーナー作っておきましたので、なるほど、こちらにやってほしい内容とかですね、普通オタとかですね、送ってもらえればいいかなと思うわけです、うん、なんか書いてる、あ、すげえ、コアックマ結構何でもできる、きっときっとなんかそうですね、アックマはアックマすごい要望だな、目立ってるやつがいい。あの、ね、悪魔意外に数字取りに行きますね。そうやね、やっぱそうですよね。あの、あ、でもこの前見たアンケートの中ではさ、結構ね、北海道の中で1位じゃなかったっけ。あ、そう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 、任せる任せる。まあでもさっきの肉神様と並べたら肉神様の方が多かったですよ、数字ね。怒った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 、そんなことない、そんなことない。運動以外、あ、そうか、運動苦手なんだ。そうだよね、博士は北海道一のゆるキャラだったのか。そうみたいだね、くくり的にはそうです、残念ながら運動はね結構厳しいみたい。北海道ナンバーは目立てるやつがいい。なるほど。どうしても目立てるやつがいい。じゃあやっぱりジェンガだな。ジェンガ。ジェン。もし特にあの皆さんからお便りがなかった場合に関しては、うん、ジェンガを。そうだね。ジェンガをやります。ここでワッシャーって。これ次回は？次回再来週でいいですか？お二人。再来週予定空いてる？電話かける？ボーリングできる。ボーリング。本当俺も結構ボーリングするよ。学生時代一応37ゲームってのやったことあって、昔青木ボールだったでしょ、北海道に。あそこでバンバン投げてたんです。今潰れてないんですけどね地元トークですいません、なんか俺ね、わかりゃしねえよ。お肉ボーリング、いやいやいや、ごめん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 、綺麗な字で書く、いや、お腹さなくていいか、お腹さ、綺麗に書く、綺麗な字でお肉ボーリングって書く必要ないし、ないし、それほど俺に訴える情報でもない。でかいし、だから顔がでかいし、こう口を押さえるのもなんか悪い顔にしか見えない、カメラの角度が恐ろしい。みんなでボーリングいいよね、うまい子。あ、そういうこと、ボーリング大会やる、今度マジでやるかい、どっか借りてやる、したらなんか3人とか、もう3人とか、チーム分けてなんか3チームとかでやる、私勝つ自信は。え、でもさ、見たい見たい、悪魔はいけんの？ああ、悪魔チーム、悪魔はできる、任せろ、できる、うん、で、え、小悪魔はできるでしょ、お肉もできるから、お肉ってもう自分でお肉って言うようになったら最悪だよ、33です俺ターキー、あ、お肉だけにターキー、あ、じゃあターキー出したことがある、え、うっそ、本当、これですっごいでっかい感じで、嘘かよ。え、でもすごいねそうか、やってみる、じゃあちょっとやりますか、せっかくです。そうだね、うん、どこボーリングがいい、どこボーリングがいい、ストライクはある、わあ、そう、ストライクあるんだ、へえ、ああ、あ、それ小悪魔があるよと、停戦がノルベサだな、あ、悪魔があるんだ、なんか須貝とかになんか頭下げたらうまくやれませんかね、ただでって言っちゃった。でもなんか、この中ノルベサの須貝でなんかクリスマスの近くに合コンイベントがあるみたいで、ちょっと迷ってんだよね。行くぜ嘘だ、本当にこたつから出ていく場所、合コンかよ。だってこのボルムで行ったらめっちゃ目立つでしょ、全部お持ち帰りじゃん、そんな、それずるいじゃん、ずるいじゃん、モテたいちょっとちょっと待って、ストレートやな、悪魔、今日の悪魔、ちょっと今日の悪魔ね、若干ね、大人だよ今日もうちょっと時間って早いんじゃないかな、小さい子供たち大丈夫かな、小さい子たち寝てるからもうみんな大丈夫かな、大丈夫かな、すごい心配ですけどもね。あ、俺に抱かれろがリアルになってるっていう、あれ、悪魔38歳、うん、はい、見ましょう、子供いい夢見ろよ寝てくださいってことですね今の夢でしたと、夢でした、うん、夢落ちにしますか、わかりました、じゃあ、はい、お時間となりましたので、ボーリング、そろそろボーリングもね、ボーリング企画をちょっと考えますか、うん、まあ、年末年始多分あのボーリング場混みますので、もっと閑散期だったらね、多分室外とか喜んでくれるけど、あと早朝5時とかね、そうですね、
それはあるかもしれない。親子連れとか結構好きそうかもしれませんけどね。わ、うん、かりました。じゃあなんかやってほしいことがあれば、はい、ボーリング以外でも、そうですね、ハイテナイトとかも投稿フォーム、はい、どうしよう、次回再来週とかさ、ボーリング場から中継したら終わるんだよね。やりすぎだよね、やりすぎだよね。でも期待だもんね、うん、じゃあ最後に見てる人たちに再来週も見てねっていうメッセージをじゃあこう書いてください。書いて任せろ任せろと。絵でもいいですよ、別に字でも絵でもいいですよ。絵、うん、俺に書かせんのかやつって任せろよ。心配です。今日の悪魔は心配です。ちょ若干心配ですね。18日の、イオシスのアニソンライブの時に、はい、ひょっとしたら遊びに来てくれるかもしれない。遊びに来てくれるかもしれないのと、ね、再来週月曜日のヌルポの回でも20時半から出るかもしれません、ね。今見た人はこの光景は確かに混沌としてますよね。どう考えても、ね、このカオス事故ですよね、明らかにね。あちょっと心配ですけど、この絵は放送できるのかな、大丈夫かな。この絵心配だ。まずはじゃあ小悪魔からいきますか。小悪魔からいきますか。あ、悪魔からいく。悪魔のその絵は悪魔の絵はそれお祓いしてもらうって大丈夫な感じだよ、大丈夫だろ。先にじゃあ行きますか。あ、すげえ。じゃあ悪魔からドーン。ひどい。ちょっとこれちょっと待って。そうだね、まあ、センターだから、ね、あれでいけるのかな、これですね、はい、ひどいね。見える見える見える。俺肉って書かれてるのかな、これ肉って肉はい、続いてそうですね、はい、じゃあ悪魔様センターからね。今日は緊張しちゃった、再来週も遊びに来るね。ああ、ありがとうございます。あ、僕だよ、ね、うん、ね、そうですね、ありがとうございます。じゃあ、撤収だ。緊張してたとは思いませんけどね。うん、今日は自由でしたね、うん、後でなんですげえ怒られたら困りますけどね。あのやりすぎだぞっつって。じゃあ、はい、じゃあ一旦じゃあなんか動画をかけてなんか逃げますか、うん、2人を逃がしますか、うん、そう、はい、じゃあ分かりました。じゃあまた来てね、うん、再来週また来てね。じゃあ小悪魔、悪魔と小悪魔による自由な隙間でした。イエーイ。またねー、またねー、また来てね。来た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 。よし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 、もっさもっさもっさ、襲われてんじゃん、襲われてんじゃん、メガネが取られてんじゃん、クマに奪う、クマに襲われてますよ。もう季節がな、ちょっとクマに狙われると命が危ない、命が危ない、命が危ない。西区西野か。はい、じゃあ VTR どうぞ。VTR どうぞ。